便ンとンは、手紙を書くために用いる紙。書簡線、要線とも言う。英語では、レターペーパー、ライティングペーパー、ステーショナリー、A ライティングパッドなどがこれに該当する。現在便線として販売されているものは、B6 縦から A4 縦くらいの大きさの形式が一般的である。日本語はもともと縦書きの言語であるため、縦書き用のものが多いが、横書き用もある。 通常は10枚、数十枚ほどが1セットとして売られている。ケ紙の一辺を接着剤で閉じて、冊子状にしてあるものもあり、この場合は1枚ずつ剥ぎ取って使う。便線を縦に半分に切ったサイズのものは、一筆線という。一筆線は、縦書き用のものが大半である。巻紙で手紙を書く文字で、通信伝達する手段として、日本では古くは、木管が用いられた。 薄く細長く作った木の板に墨をつけた筆で持って、縦書きで文字を印し、離れたところにいる人に届けさせたのである。紙は4から5世紀頃には日本に入ってきていたと思われ、6から7世紀には静止技術が伝えられたと思われるが、紙は都の身分の高い人や仏教文化のための写真品であり、 その後も長らく二札としては耐久性のためもあってか木管が通信手段として用いられている。平安時代には広く紙すきが行われ構造紙や男子といった和紙が各地で生産されるようになり、平安貴族の間では今でいう手紙に当たる文のやり取りが盛んに行われるようになった。以後、紙に墨をつけた筆で持って縦書きで文字を記した書簡通信が行われる。 用紙の形態としては、一枚の紙を利用した縦文、一枚の紙を折って使用する折り紙、一枚の紙を長くついで巻いて用いる巻紙などがある。これらはいずれも正式には文字を書いた紙を何も書いていない白い紙である掛け紙で包んで送るものである。ここに便箋と封筒の原型を見ることができる。便箋の特徴の一つとなっている形線であるが、 原稿用紙同様、写経の際に用いる形式にその原型を見ることができる。日本国語大辞典、便箋手紙を書くための用紙。封書にして出す手紙を書くための経の入った用紙。書簡箋、同便箋、便箋に同じ。第一輪、第二範三聖堂大辞輪、第二範三聖堂大辞輪、第二範三,三聖堂、形式形を引いた用紙。手紙、毛引き紙。 ありがとうございます。